ナイス。ナイス。チーズと芋と餅チームタレチーズ。どうぞ。いた。ナイス。はい。中に様七変化。オッケー。中西の今と追い差し中。黒沢は気づく。この中前にしてくれ。あと出してきて。もし居酒屋でダウンタウンが一騒にしたら。開けた。こっち。ありがとうございます。じゃあ、野球頑張ってね。超スーパーエピソード。今週目指すカノンちゃんのインタビューの様子を事前に見たシンジュンが手紙を書いてくれた。そしてネタ話をされて、ファイアモール。オッケー。一つ見せたんだ。やばありがとう。カノンちゃんの夢は看護師さんになることだと聞きました。今、おしまい。